はい、おはようございます。五郎でございます。2月2日木曜日、今朝の一言を始めていきたいと思います。今朝の一言は動機善なりや至極なかりしかにでございます。では解説文を読んでいきたいと思います。第二電電、括弧現 KDDI 設立前、約6ヶ月もの間、毎日どんなに遅く帰ってもたとえ酒を飲んでいようとも、必ずベッドに入る前に動機善なりや至極なかりしかと自分に問い続けました。通信事業参入の動機が善であり、そこに一切の仕心はないということを確認してようやく手を挙げたのですと。はい、この本は京セラの創業者の稲森さんの、経営に参考になるような言葉をまとめてある本なんですけども、まさにね、その稲森さんが、KDDI 作る時に、やられてたっていうことなんですけども、まあ、やっぱまあ事業がちょっと公共性があるものだから、なおさらそうだったのかもしれないですけどもね。ただこれ何日か前にも言いましたけども、一日終わった時に一日の反省をするという習慣をつけてる友人経営者がいて、結局成功したのは一日振り返って反省して、その反省を次の日に生かすと。それをもうほぼ繰り返しをやってただけと言ってたんですけども、本当まあそれにも尽きるなと。ただまあ今回のね、言葉にも書いてありますけど、酒を飲んでても反省してたっていうね、そこがやっぱ違うというか、なのでそうですね、なんか個人的にも、まあ、反省はしているつもりになっているだけで、反省という反省の時間を設けられてないんで、そこは何ですかね。まあ夕方結構会食とか入ってしまうケースもあるんで、意外とその5時から6時の何分間かにやるとか、なんかそのぐらいの時間帯でやってみてもいいのかなとも思いつつ、結構すぐ寝落ちしてしまうんで、夜家でやるっていうのはなかなかちょっともしかしたら難しいなと今話してて思ったんですけども、まあそんなわけで、まあ一日の終わりに反省する時間を設けるというのは非常にいいことだと思うんで、僕も頑張って続けていきたいと思った次第でございます。ということで、今日も頑張ってまいりましょう。